回もセッションしちゃいたいと思います。開放的な場所に来ましたよ。はい、ということでこの人が登場です。泉川そらさん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。先週に引き続き今日も神業ピアノをぜひ、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いしますいいですね。嬉しい。ということで、うん、今回は何歌おうか、うん、何歌おうか、何歌おうか、なんか、ね、昨今人気な曲といえば何、やっぱりさ、うん、これっきゃないっしょ、何、白日月には誰かこれしかないよな。いや、いい、いい、ウィスパーで入るのすごいね。ね、グッドス、グッドクルー、グッドクルー、うんうん、紅白とかでも歌われた曲よね、うん、そうよ、難易度高いんだけど、うん、これもね、バッチリね、ばうちらならいけますよばっちりか、頑張ります、頑張りますよ、いけましょう、うん、じゃあ、キングヌーさんの白日。時には誰かを知らず知らずのうちに傷つけてしまったり失ったりして初めて犯した罪を知る。戻れないよ昔のようには、きらめいて見えたとしても、明日へと歩き出さなきゃ、雪が降りしき言ってらんないような。どこかの街でまた出会えたら、僕の名前を覚えていますか。その頃にはきっと春風が吹くだろう。まっさらに生まれ変わって人生一から始めようが、へばりついて離れない、続きの今を歩いてるんだ。真っ白に全てさよなら、しきる雪よ全てを包み込んでくれ、今日だけは全てを隠してくれ。
でも愛し愛され生きてくのが定めとして、後悔ばかりの人生だ、取り返しのつかない、過ちの一つや二つくらい誰にでもあるよな、そんなもんだろう、うんざりするよ、まっさらに生まれ変わって人生一から始めようが、へばりついて離れない、続きの今を歩いてくんな、真っ白に全てさよなら、降りしきる雪を全てを包み込んでくれ、今日だけは全てを隠してくれ。よかったよ。はい、よかったよ。素敵なピアノで歌わせていただきました。ありがとうございました。ありがとうございます。本当にもう白日って感じ白いって感じ、白日。いや難しかったね。難しかったね。もうなんか音程が上行ったり下行ったり上行ったりいやいや、でもスイちゃんいつも完璧よ。うん、もう難しくね、こうなんかあの、うん、首のが一枚つながったどうしようもない今を生きてる難しい曲作るね。いよいよ素敵よ。いやでもね、キングヌーの曲私大好きなんで、ね、今日カナタと一緒に歌ってよかった。いやもうまた歌おうね。嬉しかった。歌おう。これね、ずっとねカナタと歌いたいと思ってたから。あ、ほんとに、うん、歌って嬉しかった。それも嬉しい。ちょっとまた歌おうね。また歌おう。ね、ほんと嬉しいな。ということで、うん、実はこの間に、はい、サイコロトークが挟まっていたんですがいつものごとく、カットさせていただきます。完全に忘れそうられてたの。忘れちゃってたよ。サイコロトークなどない素敵だね。ちょっとねコーナーでいいなと思った。僕ちょっとやってみたいなと思ったので、またちょっといずれね、いずれね、うん、また、まあ、やりたい。これ準レギュラーになったらね。そうここテーマとかも僕もちょっと考えたんでもうこれはカットですカットオッケーオッケー。カットされると思って私はね、うん、テーマはもう考えてない考えてない。初めからねカットされる。まあまあまあ、はい、ということで今日はこのままもう一曲セッションしちゃいたいと思います。はい、じゃあ、次は、私ちょっと歌いたい曲があって。お、何でしょう。まあ、アイドルじゃないですか私たち。アイドルです。で、アイドルといえば、うん、ラブライブ。わかるね、あるじゃない、うん、はい。で、あまねかなたといえば、はい、天使。天使ですね。ビートインエンジェルという歌がね。エンジェルだと。エンジェルだと。これはシナジーがありありのあり。あまねかなたにこれをぶつけてくるからお主やりやり分かっておるってね。今頃ねリスナーさんはうんうんってうなずいてるところだと思うんで、うんうん、エンジェル来ましたねエンジェル来ましたねじゃあそんなね、はい、あのエンジェルを、はい、見せていただこうと思いますよ。一緒にね歌いましょうか。ではラブライブ、ミューズより、はい、ビートインエンジェル。せーベッタン。そうね、微熱のジョーカーもっと近くに置いて、愛の私が直してあげる。そこに座る
もね、ちょっと、ね、地味に間違えたりしましたね。いやでも、うん、楽しかったね。楽しかった、うん、そう、何より楽しくて、で、うん、あのこんなね、これ BT エンジェルって、はい、だからめちゃくちゃ EDM じゃないですか。そうだ ね, ね、だからピアノで弾くような曲じゃなかったと思うんですけど、どんな風になるのかなって、ね、今回こんなね、もう無茶ぶりをこんな形で答えてくれた、もうソーラさんも強すぎますよ。マジで超良かったね。早弾きマジですごかった。いや、やばかったね。普通にめっちゃかっこよくて、ね、本当にかっこよかった。ちょっとゆっくり聞きたい。あとでちょっと、あのちょっと連絡先を。LINE やってる。彼女 LINE やってる。なんか、はい、なんか我々先週からソラさんに対してなんかすごいおじさんしてない？うん、まあ、でも出ちゃ、やっぱさ、可愛い女性を前にするとおじさんは出るものだから、うちならおじさんがこうね、そうだね、冷めるから、うん、出ちゃった、しょうがないよね。じゃあ、彼女 LINE やってる、後で交換しようぜ。後でよろしくな。ということで、そろそろゲストとお別れの時間になってしまいました。はい、お二人ともいかがだったでしょうか？はい、楽しかったです。ありがとうございます。僕も楽しかったです。ありがとうございます。カラタン、最後にお知らせはありますか？お知らせはね、実はなんと、うわ、まで、カラタ特にないので、チャンネル登録お願いいたします。ないよか。よろしければ。カラさんの方は何かございますか？特にないので、チャンネル登録もないです。ツイッターフォロー、皆さん調べてみてください。はい、ということで今回のゲストは天音かなたちゃん、そして泉川そらさんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。星町水星のミュージックスペース。ライブプレゼンツ星町水星のミュージックスペース、そろそろエンディングの時間になってしまいました。ということで今日はセッションでちょっとポカをかましてしまいましたが、でも楽しかった、楽しかったよね。ガラッと楽しかったよね。うんうんって言ってる。そう、スタジオの、ね、端でうんうんってやっていますね。なんかまた2人で、歌えたらいいなって思いますので、皆さんもね、その日をぜひ楽しみにしていてください。ということで、番組では皆さんからのメッセージをお待ちしております。メールは suisei@joqr.net です。ツイッターでのつぶやきは全部ひらがなでシャープ水星ミュージックでしてください。そして私の YouTube チャンネル水星チャンネルへのチャンネル登録、私のツイッターのフォローもよろしくお願いいたします。そして天音かなたの YouTube チャンネルへの登録、それから泉川そらさんのツイッターのフォローもぜひぜひよろしくお願いいたします。さて、この番組は毎週日曜日の17時に配信となります。そして番組の前半パートは星町水星公式 YouTube チャンネル、後半パートが文化放送 V&R チャンネルで翌週日曜日17時にアップされます。チャンネル登録よろしくお願いいたします。ということで、ここまでのお相手は水星のごとく現れたスターの原石、星町水星でした。